じゃ原作を読んで、の印象はどうでしたか。あの、すごい切なかったです。うん、うん、ちょっと泣いてしまいましたね。あ、そうですか。はい、どのあたりで。まあ、でも、私はその理科っていう役が決まってから読んだので、やっぱり理科。の気持ちを追いながら読んでいて。うん、そうですね。その。 運命の行く先がちょっと切な、うん、あまりにも切ないなとは感じました。ね、結末もね、はい、含めてということです。お二人どうですか <laughs> その共演してみてのその印象というかその勘知と理科としてのそのお二人の交わりというのは大変でしたよね。<laughs> ね喧嘩もするわけですよね。喧嘩もするし仲直りもしたり、うん、すっごい仲いい時とすっごい仲悪い時と。なんか感情がもし目に見えたとしたら。 ものすごい、なんか爆撃を。投げ合ってるみたいなぐらい、すごい感情の交換をしてた気がしますね。ねなんか理科って。急に百出すんですよ。普通に今まで喋ってんのに。急になんか変なスイッチって、ボーンってくるんですよ。やっぱそれは。面白かったですね。それは大変だったですか。さんは大変でした。すごく疲れました。うん、ご自身の中にはない。 こう性格というか部分ですか、まあ、ないことはないかもしれないですけどただ、普段やっぱりそこまで出すことはないので、うん、すごく勉強になりましたね、なんかそこまでなんだやっぱそれだけのエネルギーがいるのでなんかすごくお腹空いたなみたいなお腹空いな空くくらいこういろんなカロリーを使うと、はい、いうことですよね。うん、えとまあ 令和2020年に東京ラブストーリーが新しく帰ってきますけどなんかまあものファンの方々もたくさんいらっしゃると思うんですけどなんかそこまで元々のあるがもともとのがあるからとか、えー、考えすぎずにフラットな状態で、えー、見ていただけたらすごく嬉しいですしこう、まあ、僕ら4人の中で起こっている恋愛模様みたいなものがこの、ね、今なかなか外に出れない状況の中でみんな一緒にこう巻き込んで。 えー、ドキドキしたりハラハラしたりワクワクしたりしてもらえると思うので、えー、ぜひ楽しみに待っていてもらえたら嬉しいなと思いますえっとそうですねあのえっ、ー、といろんな大変な状況にいる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、こういう時にこの4人と他の、えー、登場人物のいろんな言動に一緒に振り回されて ハハラハラドキドキして涙したり一緒に怒ったり喜んだりしてもらえたらいいなと思います、えー、前回の作品を見ている方はまそのインパクトはものすごく強いと思うのでそれと比べて見てもらってもいいと思いますしでもやっぱり時代も変わってあの人のんだろう,な,うんなんだろうな東京っていう街も変わっているし 今のの若者が感じることもまた違うのでそういう新しい発見もしてもらえたら嬉しいですあと若いこの同世代の方々にはぜひ見てもらい,たい,ですいろんなあの感情を一緒に冒険するような時間になったらいいなと思います。